皆さんこんにちは、ペレライです。突然ですが皆さん、リザードンと言ったらどんなことを思い浮かべますか？ポケットモンスターソード&シールドではラストダンデが切り札としてリザードンを使ってくるので印象深い方も多いと思うんですけど、僕はこのダンデのリザードンを見るたびにあることを思っていました。そう、ステルスロックでズタズタにして、ポケモンウルトラサンムーンから対戦をやってた方は本当に感じることだと思うんですけど、リザードンを見るだけでね、ステルスロックをぶっ刺したいんですよ。そして HP を半分持っていきたい。僕はずっとねそればっか考えてました。そしてそんなことをね思っていたら、ある時ふと気づいたんです。これリザードンってもしかして出てきた瞬間に倒すことできね、と。そこで一つプランを考えてきました。まずステルスロックで2分の1削る、巻き菱を3回打って4分の1削る、毒菱を撒いておいて毒のダメージで8分の1を削る。ここまでで8分の7削れます。最後の8分の1を削るたびに石炭山を巨大マックスさせ、あらかじめ巨大噴石を打っておくことでターン終了時に6分の1 HP を削ります。これでリザードンを倒せるはずです。2つ注意点があります。1つは巻き菱、毒菱、こちらはリザードンが飛行タイプを持っているためあらかじめ重力という技を打っておかなければ当たりません。もう1つ、ターン終了時のダメージ計算がありますので、ダンデがリザードンを出してくる1個前のポケモンの時にホエルだったり吹き飛ばしをしなければなりません。以上簡単なプランですが、これでリザードンを速落ちさせることができるはずです。皆さんにその気持ちいい映像をねお送りできればなと思います。こちらは通常通りダンテと戦うと最後の1匹でリザードンを巨大マックスさせてきます。こんな感じですね。いやー、第7世代では環境で猛威を振るったリザードン、全てのプレイヤーを苦しめた。お前を今日ここで成敗するぞ。ステルスロックを巻いていく、からの巻き菱を巻いていく、から巻いて巻くと、最後に毒菱を巻いたら、その次は石炭山の巨大マックス、巨大噴石を放っていく。で重力を巻いたら最後吹き飛ばすだけですね。皆さん心の準備はよろしいでしょうか？これいけんのかな？もしかしたら無理、なんかのあれで無理かもしれんな。どうなんだろう、計算上はいけるはずなんだけど、まあまあ行ってみましょうか。いけ吹き飛ばし、リザードン出てくる、頼むよ頼むよ頼むよ、頼むで頼むで、半分削れていく。巻き陣をしっかり入って毒にもなると、これ一旦ちゃう一旦ちゃう一旦ちゃうか。巨大噴石受ける、いったか、いったー、よっしゃいった、リザードン即落ち完成ということで、いやー気持ちいい。これ最後のエース版もねさらっと落として終わり。ありがとうございました。これだって、そうだそうだ、悔しいよな。だってリザードン何のもさせてもらえなかったもんな。これは悔しいねダンテ君ね。まあそんなわけでね、今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ。